プロ野球2023開幕はいどうもスインガー TV です。今日はね、福岡で、福岡おなじみの平木くんがお世話になっております。このコンビはね、もう本当に勝率がわりかしといいので、そうですね、やっぱりもうプロ野球2023福岡、やっぱもう平木ということで、ホークスの試合を、見ていきたいなと思います。その前にね、2023年小枝翔平が解禁されました。おめでとうございます。やっとです。そうよ、やっぱもう平木くんはねいや、まあ、応援に関しては人一倍熱いので、はい、一言で、まあ今日は自分の声が出なくなるまで応援するので、はい、いよいよプロ野球始まりました。先発ピッチャーは、今日小島投手です。小島投手はね、去年、無援護に悩まされて、ピッチング自体は良かったものの、なかなか打撃の援護がないシーズンとなりました。はい、今年は違うぞっていうのをあとにしてやりたい。はい、今年は、はい、ポランコがやります。ポランコがやるという。ポランコがやります。はい、Lコーヒー絶対ぶっかましてくれると思います。はい、打線本当に前の動画でも言った通り全然打ててないので、安田さんとか、藤原さんを筆頭に、はい、チャンスメイクしていただきたいな。それ全部新応援会。新応援会はい、はい、ということで、もうね、前置きは長いのもあれなんで、もう早速、ペペドームの中入っていきましょう。レッツゴー。マリンズ様の名の下も山田さん、わざわざこのため、開幕戦セレモニーを開始いたします。よいしょ。これ大探し、今言ったら殺されちゃうの。俺明日から行けんす。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、おー出てー、うおー、ロッテゼーバー、ロッテマレーズチャンピオン、フラッグをつかもうぜー。おい、栗原、あんた知らんやろ。あ、しましょう、安田怖いよ。あ、5回を終わって無失点。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだいける。言うてホークスも2安打2安打、そうそうそう、まだどうなるか分かりませんからね。しゃマリーズファイティング。エルコーヒーホームラン、エルコーヒーホームラン、イエッセー
今日の試合4対0、敗戦しました。1点が遠いんじゃ、打線のつながりがない、打線のつながりがない、まあ、いやまあでも大関投手のナイスピッチングでしたね、うん、そう間違いない、はい、本当に6回表にねちょっと大関選手が若干崩れ出したんだけど、はい、井上選手のゲッツーが、あって、まあ、それでちょっと流れやがね、はい、ちょっと失速してしまったかなっていうのがありました。で、まあ、栗原選手ねスリーランホームラン、はい、大島選手ねやっぱ今年も大島選手やん、かわいそうです、援護がない、やっぱロッテやった、ロッテでした、今年も今年もあのロッテやった、帰ってきました、帰ってきた、皆さん実家のような、お帰りなさい、はい、お帰りなさい、実家のような安心感、はい、This is 千葉ロッテマリンズ、おめでとうございます、はい、まあでも切り替えて、うん、また明日、ね、先発は種市投手、種市投手、オークスが藤井投手か、藤井投手、またチートゲーが始まります、先発転向してる藤井投手はどんなピッチングするかわからないですけど、わ、ね、かんないけど土曜日はそうね、かどうか、このなんやろう、うっぷんか、うっぷんを晴らすために打線が爆発して勝ってほしいです、いや戻ってきた本当に、はい、まあでも今日はあのちゃんてごとかね歌えたしね、はい、あの試合入る直前 We Are 歌ったけん、めっちゃ試合そこは熱かった、新応援歌も歌っ て、うん、歌ってもう熱かったらしい、そうそうそう、やっぱ応援の盛り上がりはやっぱロッテやなって感じがしたんで、うんうん、この盛り上がりを明日明後日維持して、うんうん、しっかり声からして応援していきましょう、そう頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、じゃあ今日の動画はこの辺で以上、スインガー TV でした。